あってんのそれ？あラストの頃はニュージーランドね。九弱まで歌うたってんの。それミズラブ。そうああ<ー>、ね、あれだって全部コンピューターで音の音程直してるもん。ええー。大間じゃん。あの聞けばわかるじゃない。そんなことないよ。いいまあほぼパフュームみたいなもんやの。今日も一生懸命歌ってたよ。そうまあごめんねじゃあね。<laughs> 歌う前に、ね、あんだって一生懸命歌ってたよ。<laughs> うーんまあそう。うん マザー,ーウェイさんね、もう出てたね。あれ未然ね。夢破れて、ね、ああ<ー>、うん、とかよ。う,うん。素敵じゃない？あと最近誰なんか素敵と思う人？素敵素敵というか、うん、えっとアホみたいに録画して見てんのが。うん。 キスマイフット2の子で、うん、なんとかくんって子がいいんだけど藤ヶ谷くんなんとかくんじゃ失礼ねああ藤ヶ谷くんって子がひたすらシベリア鉄道に乗ってロシア人に日本料理を教えるっていう超アイドル番組が深夜やってんのえー、そうなのそ,う <laughs> それ毎回録発してみてくっそつまんないんだけど見ちゃうのもうなんかねそれはその藤ヶ谷くん 好きそうそういいだからなんかこういい生意気な感じなのよ、うん、でも結構年もう食ってん子なんだけどそう。詳しいね三井さんいつ見てんのそんなけ忙しいのに、うん、なんかほれでも深夜ってこうボケっと見てると、うん、そういうものに目が止まってしまうなめ巡り合ってしまうのねそうそうそう、うん、ねだってなんかアイドルのね 本が、と、試合人捕まえて、出し巻き卵の作り方とかさ、<laughs> やってんのよ。い面白そう。そうそう。えいいじゃないですか。<はい S 2> 私はね、最近、南野陽子さんの。<はい S 2> うん えと「日本の芸能」っていうー、e、テレでやってる<ー>私南野陽子さんに最近なんかあのずっとあのあの「南野陽子の何のこれ式?」も聞いてたんですけど、うんうん、でも南野さんとお仕事でご一緒するようになってからなんか直にご一緒するようになってから、うん、またもう一度ファンになってしまって、うん、あのなんかこう乾いたアイドル感っていうのこう何のです」って「何のです」ってできる感じが、ね、すごいかっこいいなっていうかもうすごいシュールで大好きで。うん、でその日本ののの芸能っていうのを見るとあの何の 和服はもうすごいお似合いなんですけどこのところどころで「うん、本当にすばらしいですよね」とか「こう何のの着物なんとか」とかっていう,こう乾いたアイドルった一回